最初はブレイクスルーというわけでですね、今回なんですけども、どうしても勉強にやる気が出ないとき、これだけはやってみてというテーマで動画をお送りしていきたいと思います。今回の動画はマネキン先生さんの動画を参考にさせていただきましたので、概要欄にリンクを載せておきます。皆さん、勉強のやる気、なかなか出ないですよね。僕もたまに勉強のやる気はなかなか出ないときがあるんですけれども、これさえやっておけば、誰でも簡単に勉強をスタートすることができるという、超シンプルな方法を発見してしまいましたので、ぜひ皆さんにお伝えさせていただければと思います。というわけで、早速いきましょう。勉強のやる気が出ないときにやっていただきたいこと1つ目は、勉強机に向かうということです。勉強をスタートするためには、そもそも勉強机に向かうという行動が必要不可欠になってきます。とはいえ、勉強机に向かうことすらめんどくさいんだよという気持ちも激しく共感できるので、そんな方々は例えば今やっているゲームをプレイしながらとかでも全然 OK なので、まずは勉強机まで歩いていって、椅子に腰を下ろすところまで、ここまで完了させてしまいましょう。はい、というわけで皆さんここまで来れましたかね？ここまで来れただけでも非常に大きな進歩ですので、ぜひ自信を持っていただければと思います。そしてまだもう少しだけなら頑張れそうという方々は、次のステップへ行きましょう。次に皆さんにやっていただきたいことは、テキストを開くということです。勉強机に腰をかけたら、手の届く位置にテキストが何冊か置いてあるんじゃないかなと思います。そしてその中で、今の自分でも簡単にこなしそうな難易度のテキストを直感でパッと選んで、机の上に開いてしまいましょう。この際の注意点は、難しいテキストを選ぶ必要は全くないという点です。まずは勉強のハードルをとにかく下げることだけを徹底していきましょう。はい、というわけで皆さんここまで来れましたかね？ここまで来れた皆さんはマジですごいです。これだけでも受験生の上位 70% まで超えていると思うので、ぜひ自信を持ってください。そしてまだもう少しだけなら頑張れそうだという優秀な皆様に、次にやっていただきたいことは、問題を一問解くということです。いやいや、テキストを開くまではできたけど、問題を一問解くのって結構ハードル高いぜって思いますよね。僕もそう思います。でも皆さんに一つ注意していただきたいことは、別に間違えたっていいということです。むしろ勉強は間違えることによってのみ、新たに知識を吸収していくことができるので、間違えた方がいいと言えるくらいです。例えば3+5=4 と間違えてしまってもいいのであれば、自分には問題を1問解くことくらいできそうな気がしてきませんか？このようにしてまずは簡単そうな問題からでもいいので、問題を1問だけピックアップしてさっさと解いていきましょう。はい、というわけで皆さんここまで来れましたかね？結構きつくなってきたんじゃないでしょうか？もう無理という方々は、ここまで超えただけでも大きすぎる進歩ですので、今日はここで切り上げてしまっても全然 OK です。そしてまだもう少しだけなら頑張れそうという方々は、あとたった2ステップですので、最後まで気力を振り絞っていきましょう。次に皆さんにやっていただきたいことは、問題をもう1問解くということです。先ほど問題を1問解くことができたので、あともう1問だけであれば、なんとか解けそうな気がしてきませんか？だって間違えたっていいんですし、さっきと同じことをするだけですから、ここまで来れた優秀な皆様であれば、きっともう一問解くことだってできるはずです。別に難しい問題を選ぶ必要は全くないですし、さっきより簡単そうな問題でも全然 OK なので、もう一問だけでもいいので、頑張って解いていきましょう。はい、というわけで皆さんここまで来れましたかね？ここまで来れた皆さんはすでに勉強エリートです。おそらく受験生の上位 50% ぐらいに入れていると思うので、ぜひ大いなる自信を持ってください。そして最後の最後に、たった一つだけ、ここまで来れた皆さんにやっていただきたいことがあります。ではそれは何なのかというと、それは、この動画を閉じるということです。ここまで来れた皆さんなら薄々感づいているかもしれませんが、問題を2問ぐらい解いていると、だんだんとこの動画が邪魔になってきて、もう1問ぐらい解き進めてみてもいいかなという気持ちになっているんじゃないかなと思います。もしそのような気持ちになってくれていれば、この動画の役目は果たされたかと思いますので、皆さんに最後にやっていただきたいことは、この動画を閉じて、さっさと勉強に集中してしまうということのみです。個人的な願望を述べると、皆さんの勉強にやる気がまた落ちてしまった時に、もう一度この動画を見直すためにも、ぜひチャンネル登録&高評価をしてから、この動画を閉じていただきたいところですが、正直そんなことはやってもやらなくても全然いいですし、それはもう皆さんの自由なので、最後にこれだけはやっていただきたいということは、この動画を閉じてさっさと勉強をスタートさせてしまうこと、ただそれだけです。というわけで皆さん準備はいいですか？勉強へ行ってらっしゃい。